どうもーバタヤンチャンネルでーす。今日はですね、手羽元の甘辛煮とキャベツのサラダと、もやしと豆苗のサラダ、サラダでいきまーす。豆苗がね、ええ感じで第2弾育って、これ以上伸びひんねん。もっと伸びるかな思ったら、前はこんな伸びた時もあったんやけど、やっぱ根元で切ったらあかんね。よし、ちょっと行こう。お肉が結構ね、長いとね、切った方がいいから、これでどんどんいかないと、1時間以内で私は作っていきたいと思っています。ほら、もう早くお風呂入ってよ。今さ、もうお家丸ごと大改造計画の、いろいろ仕込みじゃないかなと。いろいろやってんのよ。もう子供たちのいらないものを先に捨てるとか、シールを貼っていくのもそうやねんけど、子供たちはちょっと当日ちょっと友達に預けるから大変やから、もう子供がおったら話進めへんから、だからもうできる時にやっていこうと思って、これ今日1時間ぐらいしかつけてへんわ。いつも半日以上つけんねんけどな。もうええねん。その代わり40分ぐらいじっくりとやっていきます。だから一番初めにもここの軟骨の部分をゴリゴリ食べていきたいわけよ。はっきりしまして、めちゃくちゃええ匂いやん、めちゃくちゃええ匂いしてますやん。ねえ、お風呂入ってよ。よくわかんないな。ゴミ袋がなかった。夏になったからね、で今これ。これがガンガン売ってきてるから、今もう冷蔵庫全部これ大量に凍らして。だからね、子供がすごいちっちゃい時は食べる時に1人2分の1本ずつやってんけど、今は大きくなったから1人丸ごと1本食べていいっていうようにしたのに、すごい喜んではる。まあ体が大きくなったら1本じゃ詰めへんからな、2分の1本じゃ食べへんか。安く上がるわ、10本で100円やもん、110円やもん。安く上がるよ、本当に。ねえ、いつになったら入るのよ。キャベツが最近めちゃめちゃ安いわ。もうこの前50円とかやったし、だからキャベツがもうまるまる2玉あるからな。しばらくキャベツ料理やるわ。よし、そのキャベツやって、よし、中火。よし。何すんの、これか。ねえ、早くお風呂入ってよ。本当に何が。本当にチンチンブラブラしてる。これさっき長男がさ、ママ、チンゲが一本だけ入ってきたって言うから、え、見たい見たいって言ってバーって見に行ってやんか。ほら、めっちゃ長いチンゲが一本ブワーって、末っ子の髪の毛一本抜いたやつをなんかやってんねん。何をしてんの。ほんまに入ったら絶対見せてくれへんやろいう感じやけど、絶対見せてくれへんやろな。そんな、ほんまの時って言って思うけど、ほんまの時が来るんやからね。ほんまの時来ますよ、皆さん、これ。じゃあもうその頃参られんの。よいしょ。よいしょ。結構前にか。ほら、
もう安いから言って買った2玉なってんねん。これあかんわ、これあれに入れとかなあかんね。これ一番上はもうダメだ。黄色くなっています。黄色くなっている、 Go! Go! 黄色くなっている、 Go! Go! へへへへへへへ。痛い。はあ、今日本当何もしたくない気持ちやる。何もしたくない気持ちなんだけど、何もしなかったらアップする動画がないんですよ。ねえ、楽しみにしてくださってる方もいるから、ちょっとがやんないと。自分もどっちみち何か作らなあかんねん。だからほんま照り焼きにしようと思ったら照り焼きの方が早いから。でも照り焼きのお肉がなかったら朝早く行ったからか知らんけど、勝手なこの野郎、勝手なこの野郎だね本当に。いつもは千切りでいくけど、今日は千切りじゃなくてスライサーでいく。お風呂で呼んでますけど、行ったところで何もないから、いつも。よし、テレビでね、朝の番組やったかな、なんかやってるな。はい、ちょっと見てくるわ。小学1年生とかで、100円で80円のお菓子を買いました、お釣りはいくらでしょうっていう問題があるとするやん。ほんなら自分が100円持ってて80円やからね、100-80は20円のお釣りっていうのが答えやねんけど、それの時に子供が言うセリフが、先生、お釣りって何ですかって出ました。今みんなもなんかピーとかでお買い物するから、お金でお買い物せえへん子供が多いから、あれやねんって、お釣りって知らんねんて。ずっとやおったまげ、おったまげすぎるや、これ。だからうちね、子供ね持ってんのよ、そのスイカみたいな、パスモかスイカか、スイカか持ってんねん。でそれは電車乗る時だけピッてやんねんけど、でうちの友達の子供はお母さんがそこにお金チャージしてて、じゃあ何かあったらそっからね、お菓子買う時とかもそっから買いなさいってやってんだけど、うちはそれ教えてないねん。ママ、何、もうあかりちゃんお声入らなくていいからね。何回言ってんのお母さん、もう入るな、もうパジャマ着替えなさい、入らなくていい、分かった、絶対入らなくていいから。何回言うんだよ、なんでやん。ママが言ったんだから、ママも絶対入らないでしょ。いいよ、そのから絶対入らんといてな、あかりも、分かった、
ママ入れへんから入らんといてよ。じゃあ1ヶ月、1年、いいよいいよ。見て、私全然泣けへん。鬱陶しい、鬱陶しい。お母さん1年入れへんと終わってんねおばさん1年入れへんかったらとんでもない身を発するからな。どう考えたって高齢臭だ、高齢臭、高齢臭でもいいわ。何やねんそれ。全国少年少女諸君、俺の弟はまだもう小学2年生なのに、お母さんはめっちゃ好きなの。直したらさ、だって明かりが入ってる時もくさくさだったわ。自分で拭けよ、本当に。早く集まる、早く早いって言ってんのよ、本当に。どうしよっかな、こんだけやったらいいかな。ぺっちゃんこなの、いっか。なに、あとでさ、今日バレンした練習見せてあげる。うん、わかった。ダメ、お部屋か、ね、お風呂入ってって言ってるよ。入ります。ママ大体35分作り上げる。分かってるわ、もう静か、早く入ってよ。じゃあもうさ、ほら上がってる。それまでで本読み終わるんだろうね。やることやってよ、何にもしなくて。本当にあだこだ言って、いつもいつも。あった。聞いてるか、腹立つ。何の話してたか忘れた。何があっても、何があっても35分で作り上げないと。あの子供たちにギュンギュンギュン言われて、またイライラするから。リュウは宿題終わったん？はい。オッケー。今日宿題何だったの？漢字。あ、やった？やった。いつ？ママが家から帰ってきたときだよ。あ、そう、偉い。何の漢字を書いたか？うん。教えてあげましょう。はい。顔が似てるとかの似る。ああ、人間に。見てごらん、忘れてんじゃん。今さっき書いたばっかりね。え、あのシュンが大好きなキャベツのサラダするんだけどさ、ハム入れるかツナ入れるかどっちがいい？ハム。オッケー。私は 100% ハムです。ツナの方が楽やったけど、塩がなかった。でも私塩買ってきてます。塩持ってきてます。やっぱこっちのこのムッチマウスの塩使うか、せっかく今から受験に取り掛かれるんですよね。そっちに家もいるのか。全部切れてへんよね、これ。よっしゃ。味噌汁。味噌汁か。だから、あ
れ、そうですそうです、私もビヤビヤ怒ってたからあれですけど、お釣りを知らんだ。うちの子供にはそのパスモとかで本当お買い物できんねんけど、それできること教えてないのよ。そんなんやったらもう勝手にするやろし、あとやっぱりお金がいくらしかないって、だから私お金の管理なんていうのも、やっぱさ、例えばじゃあ1ヶ月のお小遣いが300円です、じゃあ300円やから今今日これ買ったからいくら残ってるとかいうのがさ、そういう感覚っていうのが子供たちって持てるようになるのかな。私もだから子供だ第一子が長男が生まれてからカードを楽天カードで作ってんけど、それまでカード持てへんかったの、そのなんで持てへんかったかっていう理由の一つが、やっぱりなんかあの借金してるじゃないけどさ、やっぱりなんかこの自分が目の見えないところでお金が動くのが怖いっていう、このババアの考えね、おばちゃんの考えでやってましたから。よいしょ、もし炒めようかな。もやしと。目焼きに入っていこう、汁を入れて、だからさ、お年玉もさ、なんかそういう LINE Pay みたいなんで振り込む、なんか振り込むとかさ、お年玉をなんかえっと思ったけど、それが当たり前の時代になるのかな。なんかポチ袋でありがとうじゃなくて、なんか通帳見てありがとうみたいな、それでええのって私は思うけど、逆に言ったら、いやそっちが当たり前じゃんみたいな、こういう感覚になるんやろね。私もちっちゃい時からそんな振り込むお年玉しか見てなかったら、えわざわざ手で渡すの、紙もったいなくねみたいな、こういうことになるの、謎ですけど、謎なぞなぞーぞどうだったなぁ。今日はじゃがいものじゃがいものじゃがいも何の何のあれでしょうかな、小松菜と、しいたけと小松菜の、シータとコマツナの紹介をする。よし。どんなことがあってもきちんと食べるようにしたいぞえ。ぞえ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 。ゾエ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 エエエエエエエお豆腐入れようか、
これから変わってくるんやろうな。それがいいのか悪いのか。だから一回あったやん今ね、ライブとかのチケットもチケットじゃなくてなんかスマホでピッてやったら、入れるみたいなやけど、ちょうどなんか地震かなん地震やったかな忘れたけど、なんかその全部停電になった時にそれがピーができへんから入場できへんという。だから結局電気が止まったらそれって何ができへんのよね人間。そういうこっちゃ、そういうこっちゃ。って何ですか。これからそれ以外にも何でも言ってくるで。何が何を言ってくるかな。便利になってそのうちやけど、ほんまに50年後とか、昔って学校っていうのがあって学校に行って勉強してたんだっていう時代がなくもないよね。それが50年じゃなくてそのオンライン授業みたいなのに全部なるかもしれへん。でよくそういう風にした方がいいっていう人おんねんけど、別に人付き合いなんて学ばなくていいっていう考えのことなんだけど、私人付き合い学ばなくていいのかな。人と会話してさ、なんかいろんなこと学ぶって私の中では結構大切なことと思ってるんだけど、そんな煩わしいことしなくていいみたいなことを言ってる方がいて、結構有名な方で、みたいな。そうかな、最終的に人やと思うんですけどって思う。この考えが古いのかな、悲しいぐらいに古いのか、どうなんですか。だからそうなん古いんかな。人付き合いなんて別にいいっちゃいい。人付き合いが苦手な人にとったら別に人付き合いなんか面倒くさいとしか言いようがないんやろけど、私だってもともと人見知りやけど、やっぱなんか人付き合いするようになって人見知りも治っていくところもあると思うんだよね。いろんなことが変わっていくな、本当に。だから未だにパソコン使われへんからさ、そんな論外やろうな。復帰し言うたらほんまに。論外子でーす。豆腐も入れたら、切るも全部やってもらう。よいしょ。この1週間はちょっとなんかバタバタしそうやな、自分の気持ちが。でもこのお家の中がすっきり全部したら信じられないぐらいの開放感。どんななんやろう。とにかく生活がえら変わりすんねん今先生といろいろ。ここを回しましょう、こうしましょう、先生がここをこうしていくつもりですといろいろおっしゃってくれて LINE でやり取りしてんねんけど、だからなるほどなって感じ。なんか私の今の家やったこの部屋のこの部分には、私の服を置いて、でその服の上には
って子供のなんか置いてとかでやってんねんけど、もう先生はそれがあかんって言うわけ。子供のものを置く部屋には子供のものしか置かないっていう風にしていかなあかんと。なるほどね、どんだけ入れてるんだ。だから私がこれここに置こうと思うんですけどって言うから、そこじゃなくてこうした方を考えてますって。ああそうかそうかそうか、ちょっと子供のものは子供のところにやらなあかんねやんみたいな、そんな感じ。だからもしお部屋ね、先生のあのあれを見て、本を私ね、あれほんまにいいこといっぱい書いてる、あの本読んで今から片付けしようと思うから、もうちょっと待ってください。私のその YouTube の動画見てこうすんねんやって、多分すっごい分かりやすくあの順番でやっていくつもりやから、それを見てやっていただいた方がいいかもしれん。だからこれがほんまに最後の片付けという名にふさわしいね、これをしていきたいよね、ほんまに。これはよしよし、もやしやねんけど、これをもう洗いたいんだよな。汚れてんのかな。お風呂上がってもなんかやってはるやんかね。チンでいいと思うでしょう。私これをチンで、これもチンせなあかんのがよくわからへんから、もうこれしょ。もうちょっと湯入れたらよかった。何しとんねんこれ、もうピチピチやん。ピチピチチャプチャプランランラン、やれへん。ランランちゃうねん、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 ランランちゃうねん。これはもう捨てます。ねえねえ、着替えたらさ、わお、今サッとでいいんかな。サッとの加減が分かりっしん。サッとの加減が分からない、分からない、味噌汁王さん。
もうできるんちゃう。うわ、お火つけたままや。ねえ、着替えて。何の音？その部分を下にして柔らかくしていくように。よいしょ。なめくじかと思った。あの豆の殻みたいな。なこれもう、なんやこれ、なんやこれ、していった方がいいんだから結構ガンガン目でいきます。はあ、なんか居酒屋でみんなでパーッと飲みたいな。ねえ、もう、まあ、いつな人に聞いたらみんなあと5年とか言って5年。はいはい。いや、イギリスやったっけとかはさ、もうワクチンとかもう6割が打ってるから、みんなもう外でマスクなしでガンガン、ぎゅうぎゅう詰めのところで、ご飯食べたりして、なんかライブとかもみんなやったりして、あれどこのとこかしら。だからそんな風になってくるんだね。考えたらもう早くワクチンしたいと思うけど、いや、明日打てますってなったら、ちょっと怖いやろうな。何大丈夫なんて、まだ尿も、これもおばさんの現象ですか？ワクチン打つの怖いっていう。でも打ってる人めっちゃおんねんもんな、日本で。うちの友達薬剤師さんしてんねんけど、薬剤師さんもなんかそういう医療の関係やから、あの、医療従事者みたいな感じで、それ病院の先生とかの、老人その次ぐらいになんか分かれへんけど、でもやっと、4月の下旬か5月ぐらいから打てるよ、私たちも打てるんだとか。そうなの。じゃあ私たちなんか年内打てるのかな、どうなんだろう。もうどう考えても打った方がいいんやろね。だってどんなワクチンになって副作用はあんねんもんね。これどんなワクチンにも副作用っていうのもあるか、インフルエンザだって。でもさ、インフルエンザでさ、
まだそんなにあの副作用ないけど、ちょっと腫れたりはするやん。コロナのワクチン打った後腫れたらちょっとビビれへん。多分腫れたりするんやろうけど、腫れたりちょっと熱出たりしたら、それだけはちょっとビビるわ私。ねえ、みんなちょっとテーブルの上片付けて、もうできたやつからお母さんどんどんそれも持っていこう。今日はあのお皿にやっていこうかな、一人小分けのやつに。そうしよう。よいしょ。これちょっとまあ見たかな、なんかテレビ東京、大阪のテレビ東京やけど、カラオケみたいなんで小堺一機さんが MC されてる歌でさ、小学生、なーに、ね、テーブル片付いた、お母さん今からタイムかけるけど5分以内に、なんやろそれ、エロいわ、もうやめて、今から5分後ピーってなるまでにテーブルの上全部経過片付けてよ、ピー。午後になったらもうピ、もうお母さんも見るよ、テーブルの上。なんで最後まで見てなかったから、日曜日やったっけな、そこも寝かせなあかんと思って、次の日が来るから最後まで見てないんで、まあ何点だ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 って思ったけど、やっぱ10歳、12、3ね、言うたらなんか7歳の子、小学校見えんのか思ったら小学生大会なんかしらおったけど、ああいう小学生の子が恋愛の歌を歌っても
やっぱちゃうのよね。どんだけ歌うまいって言っても多分意味わからんと歌ってるやん。恋愛したことない子が恋愛の歌歌ってもやっぱ人がグッと来るっていうのが難しい。だから選曲もあれも選曲の問題もあると思うわ。こうなってきたら泡立ってきてます。何これ、ええ感じで絡まってきたよ。もし40分ぐらいやってね、あと5分ぐらいやって、その間にこれやな。一個間違えたら焦げてきよるから、あと弱火や、あと弱火でブツブツ。リュウありがとう、片付けていってくれてんの、助かります。ちなみに、うん、ゲーム響いてるこれ。あら漏れるかな。なんで響いてんのやろ。これです。ママ、なんや、左やっと入れない。なんで、やばいやばい、なんで。ママが鳴る前にここのテーブル切る。ママ、今見て、やばい。何やってんの、あんたしょうもないことして、あんたにも。何やってんの、本当に。痛い。痛いじゃないやろ。赤いのせる。赤いのせる。酒のあてにするんだよね。ご飯も進むし。はい、5分経ったよ。どう、テーブルの上終わり。シュン、もう着替えてよ。ほんでなんかもう宿題も向こうやり、もうトニー、はい、その後あとあたりずっと裸で過ごしてるキモい二人だ。よし、あと5分でできんで、ご飯。バタバタばっかり、全部ばっかり、バタヤン。ヘイパパ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 、ヘイバタタタタタタタバタヤン。いいね、バタヤンソング。バタヤンソングなんか歌ってみてる。作って、作詞作曲。B B A T。A N Y N バタヤン。なんかちょっとちゃうけど、まあええねん。
バタヤンバタヤンババアの集まるとこ。やめろよ。自分見てる人がいるのと言ってる。バババババ。バタヤン。ヘイ。ヘイよ。朝はおならして。ハロー。うんこめっちゃ臭い。はい、もうはい、バカなことやめて向こう行きなさい。セクシー。セクシーじゃないんだよ、これ。セクシーじゃないんだよ。あ、俺の好きな。バッバッババ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 バはい。シュンの脱ぎっぱなしの服がさ、めっちゃあちらこちらにあって、うん。部屋がやばくてなってる。はい、もうシュンご飯食べなくて結構です。だって置く場所がわかんないんだ。どこに置けばいいのかな。何？お母さんが後でやるからいいよ、もう自分のことだけやって。お箸並べてよ、じゃあ。おい、お箸並べて。もうこれで切っていく。はい、お兄ちゃん。少年にモテないクソ野郎だな。サッカーは下手くそ、体力はないクソ人間。何ちゅうこと言ってる。ド M とドS が合体したド M スだ。ド M って何じゃないんだよ。本当だよ。これは俊介だ。俊介と M と俊。よし、できた。ほら、お母さん時間通りにできたよ。よかったね。いや、よかったねじゃないんだよ。ありがとうって言ってほしいよ、本当に。消してもね、はーって言ったら出てくるよ。どんまい、消しても出てきます。どんまい、どんまい、チャンネル。ハム少ないね。シュンはいっぱい食べるから、俺シュンにしよっか。味見上見て、どう？ツナ入れた？あんたがハムって言ったからハム入れました。はい。何これ？ハムって言ったからハム入れました。辛い、なんか食べんでよ。なんかね、パサパサ。食べんでいいだから。出た。ちょっと一回止めよう。おかしいんだけど。いいよ。いい声で。うん。バイバイ。後でね。もういい。もう着替えなさいよ、あんた本当に。はい、でぎし。はい、いただいてください。はい、いただきます。いただきます。ちゃんと手合わせてください。もういい加減にして。いただきます。はい、それぐらいやって言わんでも。これもやし大好きなの。知らん。キャベツ全部食べたらもやしあげる。あんたの好きなもんばっかりおかわりさせない。お母さん、いい加減にしなさい。俺自分で増やした。その緑の豆苗さ、ずっと育ったら美味しいでしょ。うん。旬美味しいか、サラダ。旬また腕まくらんで大丈夫か。お肉も食べて、お肉ほら骨のところがちょうど剥き出てるから取りやすいやろ。
手汚れたらこのお尻拭きで拭いちゃって、拭いちゃって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 拭い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 て、はい、もやしのやつ美味しい？うん、もやしここに詰まっちゃった。うん、見せてごらん。あん、どこ挟まってないよ。ベルでやったらいい。ごっくんしてごらん、お水飲んで。どう取れたでしょ。あ、取れた。うん、今取れた。どう、骨柔らかくなってる？あんまり硬い。あ、硬いな。でも噛める硬さやな。おかしいな、40分もゴリゴリしてんけど。いつもの美味しい、これ。キャベツ、あ、よかった。ハムが入ってるから。うん、なんかこれ何、うん、上の人が何かやってはんねん。プロレス。え、まず分からん。ボルトンタン。シュン、どうしたん、今日おとなしいやん。どうしたん、シュン。え、お兄ちゃんがね、うん、すぐに死ねって。そんなこと言ってなかったじゃん。言ったの？うん、言ってないし。ほんまにそんなん言ったらもうほんまになるでって言ってんのに、こうやって死にたいばっかり言ってんの。何言ってんの、あんた。なんでしょ、なんで死にたいの。しゅん、聞いてんのよ。だから俺がそんなこと平気で言うなって言ったら、うん、黙れやって言ってきて、うるせえんだよって言ってきたから、うるさいって言う方がうるさいんですって言ったら拗ねた。シュンがそんな風に言いたくなった時は、なんで言いたくなったのって聞いてんの。兄ちゃんがうざい。どんな風にうざかったの。骨持って食べてごらん。なんて言うんだっけ、こういうの、ババアとか言うの。何、高校生とかがよくやるやん。反抗期。反抗期や。あんたもいつも反抗期やんか、お母さんに対して。今日の朝の態度、あれ反抗期でしょ、うん、ちゃうの。うん、お母さんしんどいわ、もうあれ。あかりやめ。はい、じゃあ何点だ。何点だ。100点だ。195。はい、上がって上がって、もっと。99。100点。イエーイ。どうですか。100点。100点。大きい声で言ってみて。待って待って、ママ待って。じゃあ、これを代わりに言ってあげようか。はい、ママ、明かり落として。はい、シュンは、100点でーす。ありがとう。待って、行くよ、ママ。早くシュンのところやって。行くよ。はい、じゃあゆっくり食べてね。はい、はい、ご飯をいっぱい食べたら元気が出ますから。はい、はい、じゃあゆっくり食べましょう。お母さんもお腹ビコビコ今から食べまーす、はい、グッドボタン、チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークもしてね。はい、いつも忘れてます。はい、旬の代わりにアデュー言います。アデュー、ピカン。